演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、というわけで本日はチャンネル登録をどうかよろしくお願いします。こちらファミリーマートのごまコッペ唐揚げタルタルを食べたいと思います。なんか前に似たようなの食べたことあるんですけど、それって照り焼きかなんかだったかな。どんな感じなんだろう。唐揚げとタルタル、なんかチキン南蛮を思い浮かべますね。あ、すでにいい香りがしてますね。ごまのちょっと香ばしいさがを感じて。はい、では、はい、横から見るとこんな感じです。なんか唐揚げというよりやっぱりなんか照り焼きみたいですね。では、いただきます。いただ。せっかくの唐揚げがこれで。タルタルソースの酸味風味がきついかなと思ってしまったのが残念ですね。なんか全面的にタルタルソースが強すぎて、で唐揚げに書かれているお醤油だれとかごまの香ばしさとかがどっかにいってしまっています。ちょっと全体的にバランスのまとまりが悪くなってしまっていますね。鶏肉の食べ応えはあって美味しかったのですが、やはりタルタルソースがここまできついと、ちょっと高の点数かなというのがありますね。というわけでご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞閉園。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。